このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、いっきです。ペーパーマリオ RPG 実況プレイパート72始めていきます。宿屋に行くの忘れてたミス、まあいいや。遅いぞマリオくん。とにかく奴らはこの辺りにはおらぬようだ。やはり何らかの手段を講じてこのあの扉の向こうへ行ったのだろう。え、入りゃいいだけ。さあ急ぐのだマリオくん。7つのスターストーンを掲げるのだ。ミスったな。一回宿屋に行こう。これでどうなる？うん。おう。と思って。見て、扉が。うん。あ、そういう仕掛けだったんだ。なるほどね。お、怖っ。大丈夫かこれ。吸い込まれねえよな。ついに闇の宮殿への入り口が開いたぞい。ピーチ姫が奴らの餌食になる前に、そして奴らが世界征服に乗り出す前に、何としても君がピーチ姫を助け出すのだ。さあ行きましょうマリオ。行きましょうの前にね、あの回復させてくれ。クリスティルどこ行った？消え去った。バカ、びっくりした。危ねえ。回復するの忘れてたよ。近いからこっちから回復するか。花花村で回復。ふう。最近の村長さん物忘れが多いから心配したんだけど、子供の頃から物忘れが多かったんだって。心配して損しちゃったよ。それはダメだろう。どんだけだ。やっとや、やっとや。回復。ふう。よく眠れましたか。で、ここで一回回復。回復じゃねえ、セーブ。仲間全員回復してるよな。ちょっと待って、社員2つか。最終進化させてないやつ多いな。この村は平和であります。こいつは別にマイペースすぎるな、いつも。で、戻って。よっと。こいつらは危ない。よいしょ。ふう。で。わしはこの先はわしにはとても無理だわい。わしはこのここで待たせてもらうことにしよう。頼むぞマリオくん。やつらの希望を砕き、そしてピーチ姫を救い出すのだ。そうそう、ちょっとここでね、確認しとくね。スターストーンね、全部名前があっ
ったんだよね。ダイヤモンドスター、エメラルドスター、ゴールドスター、ルビースター、サファイアスター、ガーネットスター、クリスタルスター。で、一応ね、全員あの名前が書いてある。そう、ゴンババの中から持ってきた、これおばばから授かった、元祖を倒してもらったもの。マリオの姿をしていたランペルを倒した。海賊王コルテスを倒してもらった。っていうか、やっつけてないけどね。ピカリーヒルズに置いてあった本物。そしてバッテンダーマーク2を倒して手に入れた。クリスティンすっげえジャンプしてくね。お普通に奥消えんのかなと思って、わ、消えたんだけど。さあ、ラストダンジョン、ステージ8、スターストーンと伝説の宝。うわ、怖っ、でかっ。なんだか君の悪いところね。そんなこと言ってられないわ。あいつらが動き出す前にピーチ姫を何とか助け出しましょう。行きましょう、マリオ。闇の宮殿。敵が、闇の宮殿って怖いな。どっちだこれ、下が。下はないな。地下の曲じゃねえか。トゥ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 。おう。こんなところにストップウォッチがいらねえよ。トゥトゥトゥーって、おうわ、びっくりした。あ、踏めた、ラッキー。こいつ何、スーパー、ちょっと待って、バサ、あ、バサバサチルルか。これね、あのバサバサはた、あの蹴ってくるだけなんだけど、こいつね、吸収がある。バサバサチュルよ。吸血、空中から襲ってくる、や、吸血コウモリね。最大体力9で攻撃力4、防御力0。吸い付かれるだけでも嫌なのに、その上こいつは吸った体力分回復してしまうのよ。嫌になっちゃう。可憐な乙女のエキスを吸わないでほしいわ。はい、って威力高いんだけど、マジで。とりあえず普通に殴って倒せるけど強いわ。経験値3は美味しいな。ここでレベル上げしたいところだ。あとそろそろバッジが足りなくなってきたから、売れるバッジがなくなったからな。よいしょー。あ、ミスった。お、ハートあった、よかった。よーし、そろったー。ビンゴー、盛り上がるんだよー。ドルテッツ、いって、なかなかむずいね。まあいいや。マリオに攻撃来いよ。なんでこっちしか行かねえんだよ、マジで。一匹爆発しそうになってるし。だだー。ふぅ。経験値は美味しい。めっちゃいいわ。パパウパウパウ。いらねえよ。
あ、ちなみにズバットスターは全ての敵にすごいダメージを与え、連打、連打、あ、そういうこと。ワンダホーエクセレント、わ、すげえ。めっちゃ与えた、15くらい与えた、強すぎだろ。あ、ばあばあば、そこまで落ちてたか。こっち側アイテムありそうだね。ないわ。お、キラキラ落としか、ゆらゆらじ、カロンがいるな。骨の子かこれ。カロンだね。カロンよ、このように未練を残したまま骨になったノコノコらしいわ。いやーん、怖い。最大で高え。その場に崩れ落ちると元に戻ってしまうのよ。炎や爆発でとどめを刺すと復活しなくなるわ。ていうか早く、怖いから早くやっつけちゃってお願い。強くねえかこいつ。せっかくだからゆらゆら地震。アイテムが当たらねえんだけど。あとバレルに変えないと多分ダメって言ってた。強、マジで。ほんと強いわ。よし、まずピキー。おいー、いった。カロン強すぎねえ。やべえぞこいつ。よいしょー。ふう、とりあえずオッケー。カロンやべえわ。でキラキラ落とし回収して、バサバサー、バサバサ、まずい。危な。とりあえずこれでカロンは終わり。であとはバサバサか。ふう、よいしょ。これなぁ、いった、マジでいて。とりあえずキノコ、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 よし。ふう、回復成功。よいしょ、いいね。
これで、カロンがいるから爆発させよう。飛んできた、めっちゃ飛んできた。くそマジ強いよこいつら、シャレにならん。ふう、とりあえず一匹で貫きでもう一匹いけそうだな。次は、あー増えた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 。よし、ガルできた。で、これさ、貫き、キノコ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 、くっそ毒だった。無限に出てくるかな。うん、ダメだった。ジャンプになっちゃった。とりあえずこれで増えないし、もう増えないから OK だよ。ねえ強いよこいつ。防御、よし、12、あともうちょい。ここであと1匹出ればよかったんだけど、出なかったな。よっ、なんかキラー大砲の音がしたな今。ズドーンズドーンって聞こえたんだけど、気のせいか。確実にピリッツ倒していこう。レベル上がるのは間違いないから、どんだけ食らってもいいし。いやダメだ、増える。ズバッとスター、これ復活ないよな。スルー、これでもこれで復活されたらやべえぞ。シャレにならん。ほらラストオン、エクセレント。どう、うん大丈夫だった。復活しそうだけど、全滅、先に全滅しちゃえばよかった。もちろんフラワーでしょう。ビリビリキノコ、ほら、つうか黄金スーパーキラーじゃねえか。ふう、キラー大砲ちょっと待つ、強っ。よし、経験値ねえしよ。あ、なんで俺こっちに変えてんだ。クリスチーヌ、とりあえずまあスーパーキラーの時に分かるだろうから。
踏んじゃったじゃない。いや、一匹倒して、で、物知りしよう。防御力2とか3だな、これ。スーパーキラーよ。スーパーキラー大砲から発射される大砲の弾よ。最大体力3、攻撃力6、防御力2。攻撃力高いけど体力が少ないから体当たりされる前にやっつけてしまいたいわね。こいつばかり倒してもキリがないわよ。大砲で倒さなくちゃ。ベベー、通り過ぎてった。通り過ぎて爆発して死んだ。ひどい。近づけねえんだけど、ジャンプで越えねえんだけど、こいつら。どうしよう。ブブー、うわ、めっちゃ痛え。これ真ん中だな。真ん中入れよかったな。判断間違えた。どうせこうして貫きハンマーしようか。ふう、当たんないね。よしよしよし、当たったし。真ん中いたでしょう、今。逃げる作戦。ちょ、まずい。危ね、久しぶりに。なんでこっち動いて当たんないんすか。まあ、貫きハンマー、体力さっけーなー。10ぐらいか。スーパーキラー大砲よ。こいつはスーパーキラーを発射してくるわ。でしょうね。最大体力10、防御力4。ちょっと硬いわね。ダメージを与えるのが難しそう。こいつをやっつけないといつまでもどんどんスーパーキラーを撃ってくるわ。だから早めにやっつけないといけないわよ。ドゥドゥ。一撃コロリはしたいけど、やらねえからまとめて殺す。オラオラ、よいしょー、おいちょー、ラストー。15ダメージはでかい。経験値6、少な。ふう、なんでキラー大砲持ってんだろうな、バツガルフたち。バッチかこれ、本当。ちょっと待って、よし、ちょっと成功した。ふう、1か8か。アクションコマンド成功で攻撃力アップ、失敗なら0。怖っ。攻撃力0ってやだな。
普通に戦おう。よっ、よし、ふう、そんなに強くねえな。一匹だとそこまででもない。なあ、え、これで、こうか。うん、セーブあるな。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。